ハマースとヒズボラは明らかにイランから支援をもらってるのは確かだと。だけれども今回のテロに関してそれがイランのお膳立てがあったかっていう証拠はないっていうふうに言ってるんですね。で、それを探ることも今のアメリカしたくない。戦争したくないから。だからそんなことに時間を費やしてるよりも救出なんです。 だからここでね、みんなに勘違いしてほしくないのは、アメリカは戦争したくない。しないです。できない。今のアメリカには、そんな力もないし、滅びますよ、そんなことしたら。っていうふうに、まあ、アメリカに住んでるものとしては思いますね。決してこのチャンネルは政治的なことを言う動画ではないんですけれども、ちょっとその辺、 やっぱりね、あの、恐怖をさっきのハマルールじゃないんですけど、恐怖を煽って暴力を正当化してしまうルールっていうのはもう非常に野蛮なルールであり、これは近代社会にはあってはいけないものであって、その辺みんなね、冷静になんなきゃいけないんですよ。やっぱりそういうところでもう冷静になりましょうっていうことを訴えるために、 もうちょっと間違って報道されている部分もあると多いに思ったのでお伝えします。で、アメリカ人はみんなもちろんね、病んでる人多いですけど、でも普通に幸せに楽しく生活しています。一言。ジョー55からのハッピーライフ。新しい世代とかそういう人たちに、その遺族の人たちが言ってたように怒りを伝えるんじゃなくて、 怒りを残すんじゃなくて、負の遺産としてね、やっぱ愛を伝えるっていうか、そういうことをしてるから、新しく生まれてくる人たちや育つ人たちには、の中にはね、古い世代の人たちみたいに、移民間でのとか宗教論争みたいなのが、割と少なくなってきているっていうか、 で日本でも、ね、そういううとところあると思うんですよねもう戦後っていうものは終わらせなきゃいけないそれはどういうことかって言ったら戦争に対するね憎しみ とか被害者であるっていう意識をもう捨てなきゃいけない。もちろん原爆の話とかがあるから、被爆者は未だに戦ってると思うし、未だに苦しんでる人たちもいっぱいいると思うし、被爆者手帳をね、持って生活してる人たちも未だにいると思います。で、韓国のね、昔のルームメイト、ニューヨークで一番最初にルームメイトになった人が韓国人だったので、彼女からね、もう散々そういうことも教えてもらったんですけど、 韓国の人にはね、反っていうのがあって、心のやっぱり深いところに根付いてる、それは恨みっていうか、あの漢字ではその恨みっていう字を書くらしいんですけど、韓国語でもね、漢字一部使ったりするみたいで、要はそのね、私たちはその反っていうのを、こう家族とか友達とかで話すのがもう大好きなのよって言ってたの。 を覚えてるんですけど、でもそれをやってしまうと、いつまで経ってもその恨みとか憎しみが消えないじゃないですか。で、私がこの間、オッペンハイマーっていうね、映画を見たときに、あ、すごく怖いなって思ったのは、日本人は日本人としてとか、そういうことを言う人もいるんですよ。これは日本人として許せない。原爆は絶対に。 唯一の被爆者として日本人として許せないみたいなことを言ってる人も多く日本のね人たちの間でいたと思うんですけどでもそれは日本人としてっていうその民族のくくりで怒りをぶつけていたら日本人にしかわからないものになってしまうからそれはすごく危険だなって思うんですねむしろここはもう被爆とか原爆の 問題っていうのはもう日本人っていう枠を超えてやっぱり世界的に見てもどの民族でもいけないものはいけないっていうふうに分からせなきゃいけないからその部分はね日本人だからいけないとかその民族の問題にしてはいけないと思うんですよねだからオッペンハイマーとかそういう映画も日本でも公開してもらいたいと思ったしもちろん日本人被爆者としての意見っていうのもどんどん世界に言わなきゃいけないとは 思うんだけれども、でも、これは一つの、その、コンセンサスっていうか、あの、その、同意、世界的な、その、同意するものとして、原爆はいけないっていうふうにしなきゃいけないわけじゃないですか。だから、そのね、私たちにしか理解できないっていうものを作っちゃいけないと思うんですよね。で、今、イスラエルがやってることっていうのは、その、いくら、 ハーマルールっていうのがあったとしても、それはもうイスラエルにしかわからない苦しみであり、憎しみでしかないわけで、それをまたやっちゃうと、もっとそのイスラエルにしかわかんないものになっちゃうから、それはもうその近代国家で、イスラエルもお金持ってる主権国家なわけで、やっぱりそこは先進国の一つとして、対テロに対する その方法,法としては、そういうね、野蛮なね、ハマルールにのっとった方策を取ってはいけないと思うわけです。で、そこで YouTube 大学の中で言われてた、アメリカはイランが計画を牛耳ってたか、イランが実際は 計画して裏で操っていたかどうかっていうのを知りたいみたいなこと言ってたんですけど、昨日のバイデンのインタビューで見る限りで、私もそう思うんだけど、いろんなニュースを見てて思うんですけど、アメリカはそれ知りたくないんです。なぜかというと、やっぱり戦争を起こしたくないから。だからアメリカはもうイランはちょっとあっち行っててっていうふうにむしろイランを巻き込みたくないんですよ。だから、 で、昨日のバイデンも言ってたけれども、ハマースとヒズボラは明らかにイランから支援をもらってるのは確かだと。だけれども、今回のテロに関してそれがイランのお膳立てがあったかっていう証拠はないっていうふうに言ってるんですね。で、それを探ることも今のアメリカしたくない。戦争したくないから。 だから、そんなことに時間を費やしているよりも、救出なんです。だから、ここでね、みんなに勘違いしてほしくないのは、アメリカは戦争したくない。しないです。できない。今のアメリカには、そんな力もないし、滅びますよ、そんなことしたら。っていうふうに、まあ、アメリカに住んでるものとしては、思いますね。 っていうことで一旦切りたいと思いました。皆さんご視聴どうもありがとうございました。えー、っと、決してこのね、チャンネルは政治的なことを言う動画ではないんですけれども、ちょっとその辺、やっぱりね、あの、恐怖をさっきのハマルールじゃないんですけど、恐怖を煽って、 暴力を正当化してしまうルールっていうのはもう非常に野蛮なルールであり、これは近代社会にはあってはいけないものであって、その辺みんなね、冷静になんなきゃいけないんですよ。やっぱりそういうところでもう冷静になりましょうっていうことを訴えるために、もうちょっと間違って報道されている部分もあると多いに思ったので、 お伝えします。で、アメリカ人はみんなもちろんね、病んでる人多いですけど、でも、普通に幸せに楽しく生活しています。大丈夫です。っていうことでした。